神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ神たちに拾われた男で龍馬役を演じております、田所あずさです。皆さんこんばんは。同じくテレビアニメ神たちに拾われた男でエリアリア役を演じています、桑原優希です。この番組は現在放送中のテレビアニメ神たちに拾われた男の魅力と情報をお届けするラジオ番組です。はい、はい、第7回があっという間に始まりまして、すごい早い。今日はめでたいんです。あめでたいんですよ。なんと本日か、本日神たちに拾われた男オープニングテーマ、あずさちゃんが歌う優しい世界発売って言ったタイミングでめちゃくちゃサビ、ね、嬉しい。そうなんです、本当今日ですね、11月11日今日発売になりまして、ありがとうございます。もうあれかな、みんな聞いてくださってる、どうだろう、人もいらっしゃる。そうですね、きっと聞いてくれてる方もいるかなと思うんですけれども、やっとフルで聞けたみたいな、うん、あそうですね、本当フルサイズもめちゃくちゃ、うん、あの感動的な楽曲なので、うん、ちょっと私の世界線まだだから早くそうです、ね、本当に聞きたいんですが、はい、もう一個嬉しいことがありますよ。昨日11月10日があずさちゃんのお誕生日でしたよ。めでたいこと、お世話になります。え、うわびっくりした、ケーキだ、ありがとうございます。すいません、わざわざ。かわいいケーキ来ましたよ。ショートケーキ、丸い、丸い、丸い、なんて言ったらいいんだろうこんぐらいのラジオなんだろう、いちごのケーキですね。モルモットぐらいの、モルモット、すごい今から食べるかもしれない大きさの、あでも確かに同じぐらいですね、うん、猫が丸まったぐらいの大きさの、やっぱ動物なんだよな。ケーキ、ショートケーキをいただきました。わー、かわいいです、おめでとう。でもしかもあの放送前というか収録前に桑原さんからも実はプレゼントいただいたんですよ。いつにしようと思ってドキドキ、びっくりしちゃった、まさか。わー嬉しい見せます。あの私がこのラジオでよくお風呂に最近使ってるっていう話を覚えていてくれて、入浴剤と、うん、あとボディーソープですね、こうね、わざわざ買ってきてくださいました。いえいえ、お風呂やっぱ入浴剤が大事ですから、うん、そうですね、めっちゃなんかお塩っぽい、うん、岩塩っぽい、そうなんか、うん、おしゃれなお塩です説明しようと思って、そうな、うん、感じのもの、いや嬉しいです、お祝いしていただいて。わ、ケーキもしかして初だったりする？あ、初かも。今年こんなにがっつり お祝いしてもらったのは初めてだったような記憶を呼び起こせ感じがします。初めてだった、あ、じゃないや、ごめんなさい何かが浮かんできた、初めてじゃなかった桑原さんも来ていただいた、どうせ我々なんての収録のが早かったですね、先起こされたか。いやでも、うん、ありがたい、もうだってちょくちょくぐらいですかね、放送的にも。ありがたいですよ、めでたい気持ちで聞いていただきたい。はい、もうこのケーキ後で美味しくいただこうと思って、うん、ありがとうございます。わー、おめでとう、嬉しい。じゃあそんなわけで始めていきましょう。いきましょう。神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオ、スタートです。この番組は神たちに拾われた男制作委員会の提供でお送りします。神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオ。改めまして、田所あずさです。桑原優希です。まずは私たちのスローライフトーク、最近どうですかスライドしながら今日は桑原さんのターンだったそうですね、最近でもその11月11日ということで、うん、CD がこう発売されたんですけど、うん、なんか CD なんかうちのパソコンがもうだいぶもうなんだろう、上京した時に買ったんですよ。あ、だいぶ。そうなんですよ、もうだからまだその当時はあの CD 出るやつもあの、はい、ついてたんですよ、パソコン自体に、うん、CD も入れられたし、うん、イヤホンジャックもあるし、あ、そうあったんですけど、うん、やっぱずっと使ってたから、
もうイヤホンジャックも全然使えなくなっちゃったし、壊れちゃったし、 CD 入れても反応しなくなっちゃって、だいぶお年寄りね。そうなんですよ。だからなんか私 CD 最近こう持ち運びできるポータブルプレイヤーあるじゃないですか、 DVD 見るやつ、うんうんうん、あれに入れて曲聴いてますの。CD 聴けるけど、それしかもう CD を聴く機会を持ってなくて。そっか、うん、どうしたらいいんだ。パソコン2台目いっちゃう。うわー、なんかでもパソコン使うなくても生きていける、携帯あるしなと思うと。そうね、なんですよ。なんか気づくとやっぱり音楽とかもめちゃめちゃサブリクスプリショクションみたいななんかあるそうですよ。スマホとかにサプリクサブリサブスクサブスクで、ね、全然出てこない。そう聞いてるし、配信番組とか もうめちゃくちゃ入っちゃってるし、契約しちゃってるし、あどんどんなんかこう現代に染まっているなっていうのを感じる。携帯一つで全部可能というか、できちゃうもんな。そうなんですよ、便利で便利で。じゃあお別れ、CD の良さもねあると思うんですけど、もちろん、うんうん、私は離れつつあるなと寂しい気持ちに。発売する人間がこんな話していいのか分かんないけどいやでも聞けてるからね、 DVD のやつで。そうです一応、でもだいぶ音質下がりますけどね思った、そうだいぶゴボゴボした音になってるけどCD って何で聞けばいい。確かに今どうしようって思った、うん、スマホに入れて聞いちゃってるし、うん、そうですよね。どうしたらいいんだろう。コンボがもうないんだよね、うちも。ないですよね。ない。コンボってもうすごい離れてる。やっぱりやばい、名前も思い出せなくなっちゃってるから。この二人はちょっと聞けない、うん、そう家にはあったんですよ、実家には。あそっか、完全にあったコンポ。うん、コンポでっかい、もうほんとこうでっかいやつ、なんかブルドッグくらいの大きさの動物シリーズ大きさのコンポあったけど、それで毎回やっぱり CD をちゃんと入れて曲聴いてたけど、今完全に携帯ですもんね。そう、ただなんか CD、そのあずさちゃんのも多分そうだと思うけど、はい、あのジャケットとかあの歌詞カードとか、うん、あの CD のあの面とかを見る楽しみもあって。そうなんですよね、コレクターとして。そう、分かる。棚に入れときたいっていう思いがあるから、買ってサブスクで聞くみたいな。分かる、そう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 、物として置いてるみたいな。そうなんですよね、分かる。なくなったら困るものなんだよな。そうかも。本とかもなんか本当に好きなやつは買っちゃうんですよね、紙で。電子じゃなくてね。そう、電子の方が持ち運びやっぱしやすかったりして便利なんだけど、好きなやつはこう並べておきたいみたいな。分かる。そう、それはあるから、なんかこうそれはなくならないでほしいですよね。確かに、もう完全に廃止みたいなのは絶対に困るかもしれない。さっきあの話は戻りますけど、はい、ケーキが来た時に聞き忘れたんですけど、はい、抱負はありますか。抱負出た出た急に戻ってきた。いや本当抱負ですよね。これから多分あずさちゃんには抱負祭りが待ってると思うんだけど。そうなんですよ。そう、だから私は一緒に考えてほしいなと思って。私も抱負ね、あんまないよね、一緒に考える。なんか何個かね準備しておいて。そうです、ね、今日はこの番組ではこれ全部一緒じゃやっぱダメなの。なんか変えちゃう。抱負ね。目標とかはまた違うか。抱負なんだろう、あずさちゃん。抱負ね、なんかでも今年か去年だったかはなんか思い切るっていうのが抱負だったんですよね。ずっと思い切れましたか。それが結構やっぱり前よりは徐々に思い切れるようになってるんですけど、まだ完全ではないって思うからそっか、そう思い切り切るっていう気持ちをやっぱり念頭に置いていくことによってやるようにはなったけど、まだこう抑えてる部分があるから、なんか割とこう1年ごとっていうよりかはまだそれが続いてるっていう感じ。今年もだから本当ガチで言うとやっぱ今年も思い切る。あ、継続しますか。継続でいいですか継続は力ないんですけどいやでもそれがいずれ大きな力となるであろう、うん、
思い切って、うんまあ、力を抜いて思い切るというね、やっぱ肩に力入りがちなのでいい、うんうんうん、それは常々思ってますね。それってなんか1日2日でできることじゃないから、全然なんだったらずっと目標にしててもいいぐらいだから、うん、そうなんですよね、うん、今後の目標になっちゃう、うんうんうん、あと自分のこう考えてることをちゃんと言葉にするっていうのをやりたいなって思ってます。あ、じゃあ追加オプション追加オプションね。なんか真面目にすぎてよくないんですよね。もう一つなんかくだらないやつもやっぱ持っといた方がいいじゃないですか。そうです、めちゃくちゃバラエティー脳になってる。やっぱそういうのに詳しい桑原さんに一緒に鬼のようにハードル上げハードル上げがち。なんだろう、くだらない、でも私なんかこんな感じだけどいつもくだらないこと言ってなくて、確かに、そう、なんか目標とかもずっと私も継続パターンで3年ぐらい料理するって言ってる。で、それで長いですね。それにしては長いですね。でもしてる、やってないから。やってないよ。それはもうダメ。ダメ。それは継続してない。一度もちゃんとやってないってだけですから。そういうもうボケにしちゃってる。なるほど。うん、もう抱負芸になってる。今年こそはちゃんと料理するべきですね。でその抱負はもう捨てましょう。なんでそんなこと言うのよ。厳しいよ。ボロボロ、その抱負は。ボロボロの、ボロボロの抱負。新しく抱負を考えなきゃ。そうですか。なんか私が言われてるよ。気づいたら。なんだろう。なんかくだらないやつあったらいいな。くだらないやつ。なんだろうな。日常から取ってもいいし。私に、まあ、足りてないものですよね。完全にやってなかったり足りてなかったり、まあ、でも自炊とか私も してないけど、やる気がそもそもないから。お、仲間。そう、あ、ないのに言ってるんですか。悪い女よの、あ、タリーズ。え、タリーズ禁止ってこと。私タリーズめちゃくちゃ行ってますからね。あ、ここに、そう、今日は買いに行く時間が完全にあったんですよ。完全にあった、完全にあったけど、うん、今回はゲストの方がいらっしゃるから、なんか調子乗ってるって思われるのも嫌だから。やっぱりそこに戻ってくる。今日はいろんな現場にタリーズは、それなんかプラスにならない目標だもん。自分のためにならない。いいじゃない。でもそれはボケの方のあれにして、うん、できる女を装うっていう、できる女風。いいかも。次の年は虚勢を張る、うん、うん、そうしよう。わ、次あずさちゃんがなんかタリーズ持ってグラサンかけてきたら、グラサン、グラサン言ってないのに急に追加された。追加して。でどうですか最近。うわ、あるんだ、あるんだ。でどうですか。油断した。いやでもこれでいけたら、もしかしたらこの後のコーナーいけますよ。桑原さんのもう一もう一個お話し合ったら。私の最近は、え、もうお便りですか。メール、あります。ちょ、絞れ出せ。腹がそこから。頑張って桑原さん。でもありますよ。あ、すごい。どっかの現場で、あの最終回っていつもお花もらうじゃないですか、はいはいはい、で今まで私はそのお花を、数々のお花をドライフラワーにしてきたんですけど、その飾ってるわけじゃなくて、あの自然なドライフラワーと言いますか。あ、そういうことか。命、騙された。桑原さん、あの飾ってるわけじゃないんですよ。いい言い方するな。枯れて床に落ちてる感じなんですよ。ガチドライフラワー。ガチドライフラワーなんだけ ど、 なんかある日もらったお花がもうあまりにも綺麗で、なんか飾ってみるかと思って、あのディフューザー、わかります、あの棒がいっぱい突き刺さってる匂いのやつの棒を引き抜いてですね、綺麗、はいはい、に洗って、そのディフューザーの瓶に花を突き刺したわけですよ。すごい言い方気になる。そしたらなんかディフューザーが花瓶となって、すごい綺麗にお花が、うわ素敵と思って、初めて花を飾ってみて、はい、で、あのその花もね、やっぱ命尽きる瞬間がやってきて、あー尽きちゃったかと思ってさよならしたんですけど、そしたらなんか部屋がめちゃくちゃ寂しくて、なんか部屋に誰もいなくなったみたいな感じがして、でもお花買いに行くのもなと思ったんだけど、なんか花が800円ぐらいで2週間に1回届くっていうのを見つけて、なんかそれを今試してみてる。今週のお花みたいな。だいぶ変わりましたね。いや、すごいよね。今まで枯らしてたのに。
やめて。そうポストに届くのお花が。すごい。そうだからで値段もなんか手頃だし、飾るとやっぱ可愛いお花って、うん、生き物飼い始めたみたいな気持ちになって、そう生き物は飼えないけどお花があればなんか誰かと一緒にいるみたいな、寂しいけど温かみがでもありそう。そう誰かいてくれるみたいな感じで今なんか生活が華やかになりました。めっちゃいい。どうですかお花、あなたのお部屋にも。私はママシモです。怖い怖い。なんかすごい声が。毎日楽しいですか。怖い怖い怖い。でもなんかまあその話を聞いちゃうとちょっと気になるけど、うん、やっぱ枯らしてしまった時の悲しみを毎度味わうのかと思うとね。でもそんな時にまた新しいお花が届く、そういうサービスとなっております。いや怖い。そういう手口だったの。なるほどね、はい、あ終了のお時間でございますよ。はい、ありがとうございます。あ、はい、次メールがもう、はい、番組宛てにメッセージが届いてるということで、危うく終わるところでした。続きましてラジオネームひっささんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。田所さん、桑原さん、こんばんは。こんばんは。神尋アニメ第3話見ましたよ。ありがとうございます。龍馬くんとエリアリアちゃんの魔力量などのお話をしているシーンすごく可愛かったです。うん、だんだんとエリアリアちゃんとの距離も縮まっているみたいで見ていてほっこりしますね。神たちとの、茶飲み話でまったりしつつ弓を射る姿はかっこよくて、そのギャップがたまりませんね。ミーヤちゃんもついに登場で、これからどんな展開が待っているのか楽しみです。今週も癒しの時間をありがとうございましたといただきました。そして続いてです。ラジオネームベッキーさんからいただきました。はい。神たちに拾われた男の第4話を見させていただきました。初仕事とスライムたちの大活躍が描かれた回でしたが、龍馬くんにとって見ず知らずの自分にも親切にしてくれる人たちと、ちょっと距離を置いていたジャミール公爵家の皆さんが大切な家族になった大事な回でもありましたね。原作でも感動したシーンでしたが、アニメでは龍馬くんの疲れ切った雰囲気で帰る中、エリーゼさんやエリアリアちゃんが、さらに出迎えたみんなが一言ずつ本当に温かい声で声をかけてくれる様子がとても心にしみるいいシーンでした。うん、3話4話と感想いただきましたけど、うん、そうなんかやっぱ大好きなシーンが多すぎてどこから。そうですね、結構1話でギュッと、いろんなシーンが あって、でも前半はね、ミーヤさん家を掃除して、そうでしたね、うん、大きく話が動き出したと思いますけど、で、ね、うん、で私も4話がすごい心残ってて、収録の時もうるうるしてたし、そうですね、そう、でも最初はなんかお帰りなさいってそのあんまり重く考えてないというか、こっち側、公爵家側は普通な気持ちというか、うん、あお帰りみたいな軽く、ね、そうそういつもの感じでお迎えしたら、うん、こんなに龍馬くんに響いてたんだっていうのが、うん、そこから感情がブワッとなりましたけど、そうですよね、うん、本来はなんかすごい当たり前で普通のことなのに、うん、龍馬にとってそれがものすごく、うん、龍馬くんにとって特別で、うん、今までもらえていなかったものだっていうところがまた切ないですよね。それが特別になってしまうのが切ない、ね、龍馬くんにとっても何気ないいつもと変わらないものであってほしかったなっていうね、とこがありますよね。ただなんか家族が見つかったというか、増えたようなそんな感覚があって、なんかエリーゼさんが後ろからいいのよみたいなのが、お母さん、本当にお母さんってなりましたね。ちょっと何回も見直したいシーンではありますね。そうですね、本当にアニメーションもすごい綺麗だったし、綺麗だった、龍馬くんの涙が綺麗でしたね。泣いてるのにあんな綺麗って、なんか心あったかくなるのってすごい不思議だなと思って、いいシーンでした。いいですね、皆さんと共有できるようになってきましたね。私やっと、みんなの感想をやっと読めるようになりました。これからも引き続きお便り送ってください。はい、たくさんのメッセージありがとうございました、引き続き番組ではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしています。私たちに聞いてみたいことやアニメを見ての感想など何でも OK です。はい、メッセージの宛先はメールの場合すべて小文字で kamihiro@joqr.net まで送ってください。神尋の綴りは kamihiro です。また振り出しに戻ってなんで劣化しちゃうんだろう。たくさんのお便りお待ちしています。それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。本日発売になりましたテレビアニメ神たちに拾われた男のオープニングテーマです。田所あずさで優しい世界。
を連れて泣いてた理由も今は違う思いで抱きしめてあげられる当たり前じゃない幸せに奇跡のような巡り合いに戸惑いながらだけど心は信じることを田所あずさと桑原ゆうきの異世界スローラジオ。今週の優しい人、こちらは主人公たちを取り巻く優しい人たち、つまり作品に登場するキャラクターたちを紹介するミニコーナーです。原作のロイ先生から届いたここだけの情報や裏設定もご紹介していきます。今回紹介する優しい人はアサギです。おアサギさん、アサギさん牛人族のですね冒険者、うん、ちょっとちらっとこの間4話で出てきてたんですけど、うん、実は、うん、日本文化の影響が色濃いドラゴニュートの里出身、かっこよ、刀に和装と侍のような風貌をしている。おお、見た目すごい好きなんですよ。かっこいいですよね。かっこいい。あ、和風の衣装がお好きで、うん、和風の衣装好きですね。ね、そうなんだ、うん、あ、そか、忍びとか好きですね。忍びも好きですこのアサギさんについてですね、原作のロイ先生からさらに情報が届いております。ドラゴニュートの里出身、地元では対等に戦える相手がほぼおらず、見聞を広めるために武者修行に出ました冒険者ギルドに登録しているのは生活費を稼げて強い相手を探すのにも便利だから。冒険者の仲間ではランクが同じで役割の相性もいいレイピンとよく組んでいる。レイピンさん、また向上心があるジェフとは気が合う。おー、なんかすごい血気盛んな方だな。うーんそして春から秋は精力的に働き、冬は休むなんかクマさん確かに、なんでだろうこの間里の伝統工芸である和傘的なものを作ったり、うん、水墨画をたしなんだりしている。めっちゃ日本的。これでは稼げないのかしら。本当だ、ね、これ稼げそうだけどな。まあでもさらに上を目指す方だっていうのが分かったんで、じっとしてられないんですか ね強くもなりたいっていうことで、うん、すごい、どっちもいけちゃうんだ。真面目 なんかすごい筆実合憲って言うんでしたっけ、あ、なんかかっこいい言葉でもなんかそれっぽいこと言ったけど、うん、あんまり意味理解してない私もなんかおすごい言葉っていう振りと受けが今でもアサギさんね、ちょっとまだチラッとしか出てなかったんですけど、うん、4話まではね、うんうん、これからまた徐々にこう出てきますので、今後に期待。そうですね、うんうん、どんな人なのかアニメでも見てください。というわけで毎回一人のキャラクターをピックアップしてご紹介していきます。以上、今週の優しい人でした。に拾われた男、田所あずさと桑原ゆうきの異世界スローラジオ。ここでテレビアニメ神たちに拾われた男からのお知らせです。現在東京 MX、 BS 富士、 J テレ他にてテレビアニメ放送中です。さらに Amazon プライムビデオ、アベマでは毎週日曜日23時30分より地上波同時先行配信も行っています。詳しくはテレビアニメ公式ツイッター、公式ホームページをご覧ください。
ちなみにこの異世界スローラジオのアーカイブは現在東映ビデオ YouTube チャンネルで毎週土曜日に配信中です。テレビアニメ公式サイトでもアーカイブをまとめておりますので、聞き逃した回があればぜひご利用ください。はい、続けて現在第9巻まで大好評発売中の原作小説神たちに拾われた男からのお知らせです。原作小説の特設サイトではテレビアニメ放送範囲の試し読みを毎週月曜正午12時に公開中です。龍馬たちの活躍が小説でどう描かれているのか、ぜひお楽しみください。原作小説の感想をハッシュタグ、神尋感想と一緒にツイッターでつぶやくと、私たち2人のサイン入りアニメ台本が当たるキャンペーンも開催中です。詳細は HJ ノベルス神たちに拾われた男で検索してください。以上、神たちに拾われた男からのお知らせでした。神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオ。お送りしてきました、神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオ。そろそろお別れのお時間になってしまいました、番組ではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。私たちに聞いてみたいことやコーナー宛てのメッセージはもちろん、テレビアニメ神たちに拾われた男を見た感想などもお待ちしております。お願いします。メッセージの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送神たちに拾われた男、田所あずさと桑原優希の異世界スローラジオまで、メールの場合すべて小文字で神尋@joqr.net まで送ってください。神尋の綴りはみんなで一緒に KAMIHIRO です。おおすごい、私がたどたどしいからみんながみんな覚えたみんな覚えたすごすぎはい、ということで第7回の放送をお送りしてきましたけれども、はい、めでたい回でしたよ皆さん。あ、そうだ、本当に思い出した、ありがとうございます、いや、ちゃんと皆さんの曲の方も聴いていただいて、あずさちゃんの誕生日をお祝いしてくださいよ。ありがてー、そうですね、いや、こんなね、ちょうど発売日にラジオもできて嬉しいです、ね、本当に、ドンピシャで。そうなんですよ、ぜひね。そして次回なんとね、ゲストの方がいらっしゃるんですよ。なんと次回は神たちに拾われた男のエンディングテーマを歌うマイダリンさんがゲストに登場します。初ゲストです。お、ちょうど今曲も流れておりますが、嬉しい、もうこの曲のこととか、皆さんからねお便りいただいてますので、そんなことをねマイダリンさんに聞いてみたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。楽しみ、ぜひお楽しみに。それではお別れのお時間です。この時間のお相手はすごい歌のお姉さんテレビアニメ神たちに拾われた男、龍馬役の田所あずさと、エリアリア役の桑原優希でした。バイバイ。この番組は神たちに拾われた男制作委員会の提供でお送りしました。